はい、皆さんどうもこんにちは。今日は、久しぶりにここ丸美自然公園にやってきました。丸美自然公園ね。はい、もう何回も来てますんで、だいたいどこに何があるかは分かっています。では早速中央広場ね、アリ地獄がある方に行きたいと思います。アリ地獄がある方ね、その周辺でブーメランね投げてちょっと運動したりね、あとハロウィンが近いのでね、お化けの格好をして、お化け演出ね、お化け演出をして撮影の方を楽しみたいと思います。はい、ここから中央広場まで、300メートルぐらいかな、そんなに遠くないです。300メートルもないか、200メートルぐらい、いやもっと近いは、150メートルぐらいか、いやもっと近い、100メートルぐらいか。はい、ちょっと右足の裏を痛めてますんで走ることはできません今日ね。まあ軽くね、軽く走るというか、軽く走るぐらいならいいかね。まあ気をつけながらね、怪我をしないように運動をしていきたいと思います。